どうも、高井です。がんの真実、手術はいらない、野菜を食せ。お肉の類に含まれている動物性タンパク質、これが、がんの成長を促進させてしまうんです。牛乳も NG ですよ。お牛さんが出たね、乳ですよね。その乳が、動物性タンパク質が含まれているので、がんの成長を促進させてしまう。つまりビーガンやベジタリアンみたいな生活をするべきなんですかっていう質問に対しては、この本ではその話について少し待ってくださいって言っている。それはなぜなのか、まだ具体的な情報が集まってないんですよ。具体的な情報でもエビデンスと言った方がいいかな。証拠が揃っていない。お医者さんたちの最高権威である方々に外科科学放射線のお三方にこちらから出向いてで話をしたそうなんですよね。その方々に栄養療法が最もノーリスクで効果的な方法ですよっていうことをプレゼンを兼ねて話をしに行った。ところがこのお三方は何を言っていたのか。私の方法こそ最も効果的で確実な方法ですよってことを、そのお三方それぞれが自分の分野についての話をして、私の方法こそ確実ですってことを言っていた。栄養療法には身も一切傾けてくれなかったそうなんですよね。こんなんだから実践もされないし、当然広がらなかった。情報なんで揃うはずがないよねってことを読みながら思いました。じゃあ栄養を個人で実践したらいいのって言ったら、難しいかなとも思っています。成分表ってなりますね。栄養成分表と、もしくは原材料名っていうのが書かれたのが商品のパッケージ裏側に書かれている。そのパッケージ表を見ると、本当にこれで足りるのかな、少なくない、もっと取らなきゃってなっちゃうわけでしょ。ネット上にも当然公開されてます。で、その成分表を見て思うのが、これじゃ足りないからサプリメントを買おう、特にビタミンね。そういう風にするアメリカの方々がいたそうで、ただそれに対しては、特にサプリメントだけでこういった部分は危ないですよって話をしてるんです。ビタミン E で、ベータカロテン、オメガ3、これに対しては一時しのぎになるけど、長期的には寿命をかなり削ってしまう可能性があると。なので、この本の中ではまたビタミン C っていうのもあるんだけど、これを見ちゃうとね、ビタミンの類というのサプリメントは避けた方がいいのかなって思いがちになっちゃうね。サプリメントの全てが悪いのではなくて、サプリメント一部は良くないって話なんですよね。なんでこんなに栄養系の情報が薄くなっちゃうかっていうと、おそらくがん治療に関わってるがんというものがもうビジネスなんですよ。ビジネスを邪魔するやつは排除するってこともなりかねないなって思うし、もしかしたら医療の方の各分野の方々のお金にならないからこそ、邪魔なやつは排除、異端分子っていうことで、いかにこの本異端であるのかってことをね、読みながら思いました。皆さんも読む上で、栄養についてなんでこんな栄養療法が広がらないのかってことを考え直す上でもね、いい本だと思うんで読んでくださいね。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。